皆さんこんにちは。31歳でバイエシャ・ゴリボー・ィエス。病床からのライブから、今日はしっかりと12時間以上寝て、喉は痛みは治った。今日の夜また寝て、明日完全回復なるか。ということで今日のタイトルコール、バイナンス US 資産凍結命令で、バイナンス行っちゃって逮捕か。そして女帝キャッシュ、コインベース30億円爆買い、 それでも値は買うということで、こちらと、さらにビットコインが、半年戻し以上の前年戻しブルガム焼きとベアサーモン焼き両面焼きということでね、このタイトルで、動画を話していきたいと思いますので、レッドペル競争と一緒に、ブルペル社畜奴隷から脱ラファイヤしたお前ら、スバッチョしろということで、まずビットコインですけど、昨日ね、落としてからがっつりと戻して、言いましたよね、ここが、 レジスタンスサプライゾーンでここのサポートが抜けるのか抜けれないのかまだ分からないといったところで完全に折り返してきたしかし問題無用4時間速で見るとこれね200日200日ムービーガールリッジをレジスタンスのところに戻してそこがレジスタンスと機能してまだ落ちてきてる結局ローアハイじゃんハイ ロー w e r high, l ということで、こういうね、ここは崩れてないし、まあまあ、まあ、短期のね、うん、上がったり下がったり、アの弱ジのような動き、だからゴリは短期トレードをしないのさ。ただ、長期で見たら、別にこれ何の問題なし、ね、別にここまで戻ってきてるわけでもないし、うん、だだ崩し的なね、感情のドとかあるよね。うん。まあだから、特に動きは変わってない。まあ、むしろファンダメンタル的にはね、あの、コインベース、 あのまあ株が落ちててキャッシュボックスが買ってるけどさあれよね SEC があれよねバイナンスの US の資産凍結命令を申請をね、あのー、裁判所にやったんだけども、まあまあ、これは参ったけどねこれウィークリーチャート見ればわかるけど200日が下にあるからこうサポートになって一回反発することはなくはないっていうことを言ってるからまあそれは別に分かってたことだからね、うん、ポイントとしてね、うん、起点となるところちょうどこうだから 一回反発してからまた下に戻ってくるのかわかんないけどねという状態そして、えー、SEC がバイナンス US のアセット凍結の裁判所に要求これでバイナンスの出勤要請が鬼集中することになるかそれいけバイナンス行っちゃおうぜということで SEC just asked the court to freeze all assets in バイナンス US assets about flow out バイナンス US クイックでだからアメリカの顧客がねバイナンス預けてるけどこれみんな出勤指示するでしょ なぜかって、これ裁判所がさ、これ SEC のね、資産凍結命令を許可しちゃった場合にはさ、顧客のお金が凍結しちゃうから、この借金がね、ある、ありまくりの中で、リセッションが半年後に来る中で、資産凍結は厳しい。だからね、出金申請来るんじゃないのこれ。いいんじゃないのこれ。うん。そしてキャッシー僕がコインベース株を42万株購入。1.4 billion シェアズもコインベース。ね。 これ、12ミリオンぐらい買ったらしいよ。昨日ゴリが言ったよね。これキャッシーも買ってんじゃねえのみたいな。そうしたら買ってました、キャッシー僕。<laughs> コインベース大好き、ね。また買ったよ、キャッシー僕。いいのそんなに買っちゃって。ね値段的にはさ、落ちてると思うんだけどさ。うん。まだ鼻声だよ、ゴリ。ふざけんなよ、あのコーヒーショップよ。 だからね、コインベー、そんなに落ちてはないあ落ちてったか。こっからか、46。うん。ねえ、まあ、キャッシュボックはキャッシュボックでやりたいことになっていくけどね。SP500、4300近くのね。ここのレジスタンスラインがあるよね。うん。BIX が重要これはまずいよね。これは反転上昇するでしょ、そろそろ。うん。a s 1 4 0円もいっちゃってて。 で、アップルがね、やっぱりショートバネっていうのあるけど、まあ、ダブルトップ、トリプルトップやると思うから、また上がってくると思うんだよ。うん。だから今は別に、急ぐ必要もなく、グーグルもね、マイクロソフトもそうだよね。うん。これ、リセッション前のね、最後のね、ブルガモを、いきり、ブルトラップなのかもわかんないけどね。メーターそんなに上がるかうん。ショッピーファイ。で、こうやってショッピーファイで落ちてきたのものってもう一回やるんだよね。ダブルトップ、トリプルトップ。 だ急ぐ必要ないんだよね。この時もそうだね。1回、2回。今回、1回、2回ね。うん、だから、1回目で売ったり買ったりする必要はないんだよね。だいたい。ニオ。ニオが落ちてるー。ニオね、決算じゃなくてデリバリーが悪かったんだって。全然追いついてないんだって。テスラ 220! めちゃめちゃ上がってるーどういうことや ね、まあ、でも、ここの角のねレ,レジスタンスラインにタッチしてるから、まあ、そろそろいいんじゃないかなと思うんだよね。さて、果たして、エンビリア、エンビリアもね、まだ2回、3回上げていってるからね。ていうことで、ビットコイン、がっつりブルガモ焼きとベアサーモン両面焼き、落ちたと思ったら上に戻ってきた。ね、これで今度はレバーショートが焼かれてるでしょう。うん、言うことなし。っていう感じかな。うん。 これね、戻したときに100ミリオンだけか、まだ。うん。頼むよ、クジラ。本気出して。1000ドル落ちただけでさ、えっ、ー、と、300、400億円くらいレバー借られてんだから、2000ドル、3000ドルがっつり落としたらさ、もっと落ちるってクジラ、お美味しみを知ってるわ、わいしみを、おいしさが分かっちゃったわけでしょ。そん1万ドルとかさ、ぶち込んだらさ、ショートしたらさ、大量にレバ,レバロングが焼かれるの分かってるじゃん。 やろうよ、以上。ね。エスティメイテッドレバレッジレーション見てみると、あ、こんな感じで。ちょっとやっぱり上がってきてたんだよね。こうやって。うん、ウォーキングレッド市場だと言ってた。この時からずっと下がってきてさ、しけってるなと思ってたんだけどさ。うん、もっともっとね、ヒーハーしようぜって感じだよね。パーティー。うん。レバ、レバがモ焼きパーティーもしたいし。うん。まあまあまあ、ということで、えっ、ー、と、キャッシーも買って、 で、その他ね、バイナンス関連なんだけど、クラケンね、クリプトエクシェンジクラケンズカナダスカスタムデポジトローズ25%アフターバイナンスアナウンスデパーチャー。バイナンスのカナダがね、カナダからね、退出して、退去して、だからカナダでオペレートしてるクラケンに25%、ね、デポジトが増えたと。で、バイナンスはカナダ去ったそのすぐ外だよ。すぐ後にバイナンス US がね、SEC にね、刑事訴訟。ね これはバイナンスも撤退だろうな、多分 US から。うん、多分たな。そしてアメリカのね、顧客はどこでやればいいんだって話になっちゃうね。うん、正直。で、えっ、ー、と、まあ、a i r b n b y 買いに行だけどね。Maybe Bitcoin didn't bottom.SEC lawsuit against Binance shakes Bitcoin bulls confidence. ということね。2万5千。まだ落ちて、そっから今上がってるけどね。うん、これまだ終わってないから。 My two c e n t SEC on s、ね。Two c e 2セン My two cents っていう書き方がある変わる。t イツーサーツーって書き方が変わる。そのセントをサトシに変えて My two cents ってやってんのよ。ん高レベルなね、まあ。あれね。mostly irrelevant since no one operates in the US anymore and a bunch of non criminal charges for past wrongdoings don't really matter. I see two a c t i o l negatives from this. SEC explicitly defined certain tokens randomly as securities could lead to delistings on Kraken, Coinbase, or any other US e x c h a n g e つまり、ソラナとかドットとかね、あの m a t i クとかをセキュリティっていうふうに SEC やってるから、じゃあアメリカでオペレートしてる Coinbase US とか Kraken がそれらをデリ l i s する可能性があると。で、ネガティブセンティメント effect if CZ is out and people l o v e him。CZ がね、社長のバイオンソン社長 CZ がね、 あのオストラサイズされたらね、まあネガティブになるよねっていうね、話。うん、まあまあまあ、まあ、それ以外にはね、まあ、出勤申請で DCG。<laughs> そういえばい,いたら DCG、デジタルカルゼグループ、ジェネシスグループね。ジェネシスがチャップ入れしてるんだよね。DCG 親会社も行け。そうしたらグレイスケールビットコインも行くだろう。うん、で、DCG ファイリングアナリシス。 Looks like a DCG portal manager. 3 billion of personal holdings. Clear. Nobody else reads these final carefully. The stone makes sense. Do you know they? Uh, there's a additional uncertainty coming from uh, uncertainty coming from DG DCG gonna jump uh, DCG CEO CEO Barry Silbert pulled 1 billion out of his personal holding just as a cryptocurrency hedge fund 3.

危機なんだよなぜってショートレンタルで Airbnb でね価格がどん,どんどんどん上がっちゃうと。ってことはローカルの人がねローカルの価格でねあのレントするよりもローカルに貸さないで外国人に Airbnb、ね、で貸した方がお金儲けるからローカルの人が住めなくなっちゃうんだよ。っていうのがこれねあのサンフランシスコもそうだしねテクシティシアトルとかもそうテク系のね高収入の人が移ってくるとそのシティ、ね、家賃が上がっちゃって一般のね先生とかね普通のね職員の人のサラリーじゃ 家賃払ななくっっちゃううていう、ね、で、これは ABB で、ね、ポルトガルで起きてて、まあ、それが理由で ABB がね、バンされる可能性があるんだよね。これ、イタリアもそうなんだよね。これ、フローレンスなんだけどさ。うん、そういう、そのレギュレートリ、レギュラートリーのね、リスクがあって、ABB、合理的にはね、うーんってなるよね。例えば、東京で ABB やるにもさ、今さ、レギュレーションがあるじゃん。なんか、旅行、旅館、旅館、なんか申請しないといけないでしょ で、今まで OK だったイタリアとかポルトガルとかスペインとかも禁止になる可能性は全然あってまあ Uber もそうだけどねだから n b a b ちょっとこれで結構その政治的リスクが高くてあのねフリーに競合なしでやっていけるかっていうとそういうわけではないなっていう感じがあるエ i ベ b a ーだから価格がねそんな上がってないのかなみたいな思いますよ、うん、そして n i d c e o just gave a graduation speech about the future of work AI wants y o u jobs, b u s o m e o who's an expert with AI will.AI、ね、知ってる人が、あなたの、ね、ブルーピル社長の仕、ね、の大会の大会の仕事の大会の大会の大会、ねね、の大会の大シの大会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  n 大会の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 のの まあ運だと、というん、ことでワンツーマイガーキャップマーケットキャップのチューズデイアフターポスティンが、あ、エスミンシャリンクォートリーアーニングね、だからまあ AI だけではないけどもソフトウェアとかね、そっち系をできなければあなたはねコンピューターに制コントロールされてしまうんですよと、つまりブルーピル社畜をしなくてもねあなたもうできなくなってしまうんですよと。 うん、そういう未来がはタスク。今、2023年でこれが来てるわけだから、ね、あなたの子供がね、今中学生の時にね、あなたの子供中学生が35歳だ20年後い、ね、20年ぐらいでも文,文系専攻なんてまじいらねえんだよ。文系専攻文系専攻まじでオアコンって言ってんだそういうことだ。ち、ね、なみにママゴリパパゴリの誕生日プレゼントにオメガ3とビタミン D を購入。みんなも健康サプリ誕生日プレゼントいいぞということだね。うん、オメガ3。 ビタミン D、どっちも大切や。親、親子にプレゼント、いっちゃってるで、住宅の未払い率が増加中で、これ、住宅バブルでね、住宅の未払いだと、銀行差し押さえになるじゃん。差し押さえからの、そうすると、住宅をコラテラルとしてさ、住宅ローンやってるわけよ。で、ローンを支払えない場合は、コラテラルの住宅を差し押さえる。それでも足りない場合は、 じゃあ、あなたのね、イクエリティである株とかね、金とかね、それもね、凍結しようとなるわけよ。それをリク,リリクリエイレートして、ね、損切りして、それをね、コラテラルと一緒にすると。そうすると、株とか強制決済になるんだよね。そうすると、マーケットがね、セルオフで売られて暴落。そして、ストリート行きパラダイスが年末には来るかもしれない。ね。オフィスデリンクエスイレート、これはね、あの、オフィスローンだよね。オフィスを借りてるところの、あの、レント。 が支払いが、ね、滞っとがっっててるると4%上いい感じや行こうぜということで、ビットコイン別にね、心配しないよ。こうやってね、たら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 垂れてくる。普通だらね、これ、ね、50日は垂れてくるとこね、こうやってなってくる。別にいいんじゃないと思いますよ。半年後楽しみすぎて、ね、おむつ必須やということで、皆様、本日は以上になりますので、役立った、面白かった、おむつ買い出し行こうと思った方は、ぜひスマッチボタン、よろしくお願いします それではまた後で夜のマーケットラブでお会いしましょうバイバイ